親愛なる白人様は2017年から配信されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。大学に通う黒人の主人公たちがアメリカの人種問題に巻き込まれるコメディドラマ。原作と制作はジャスティン・シュミエン。出演はローガン・ブラウニング、ブランドン・ピーベル、デロン・ホートンほか、ネットフリックスで2017年4月から世界同時に配信された。 現在シーズン3まで公開されており、2020年に最終第4シーズンが予定されている。舞台はアメリカの名門校ウィンチェスター大学。世界中から優秀な生徒が集う大学でも人種差別は顕在化している。様々な立場の生徒たちが社会の不条理に振り回される。親愛なる白人様のキャスト。ジョーダン・からローガン・ブラウニング、ブランドン・ピーベル。 マルク・リチャードソン。各シーズン前はエッセイ配信ネットフリックスは本作の30分10エピソードを発注し、2017年4月28日に第1シーズンが配信された。2017年6月30日、ネットフリックスは本作をシーズン2に更新し、2018年5月4日に配信された。2018年6月21日、 第3シーズンに更新が決まり、2019年8月2日に配信された。2019年10月2日、最終第4シーズンへの更新が発表された。本作は批評家から肯定的な評価を受けている。シーズン1は、批評集積サイトのテ点トマトズに55件のレビューがあり、批評家支持率は98%、平均点は10点満点で8.69点と、 なっている。また、メトクリティックには21件のレビューがあり、過重平均値は85,100となっている。シーズンには、6点トマトズに32件のレビューがあり、批評価支持率100%、平均点は10点満点で9.35点となっている。また、メトクリティックには7件のレビューがあり、過重平均値は89,100となっている。シーズン三は、 6点トマトズに20件のレビューがあり、批評価支持率は90%、平均点は10点満点で7.25点となっている。また、メトクリティックには8件のレビューがあり、過重平均値は78、100となっている。ありがとうございます。